はい、今年もねやってきました。ここはね鳩町峠ですね。大勢の方がね、今日は、まあ、天気がいいんでねやってきてます。ちょっと雪の感じなんですけど、すんごい雪少ないね。ほぼね1年前のこの日ね、4月30日か去年は来てるんですけど、やっぱり、ね、雪の壁がね結構あったんでね、もう今年はね全然ないですね。去年はねあそこの入山口はこう雪が積もってね乗り越えてったんですけど、今年は何もないですね。あ、どうも。見えますかね、渋津さんですね。渋津さんもねやっぱり雪少ないね。去年のこの時期ね、あの辺は地肌見えてなかったですからね。そう、古志仏の方も結構雪が、少なくなってね、地肌が見えてますね。本当に雪少ないんだわ。今日は一応志仏登るつもりでこっち来てるんですけど、まあ、2週間3週間にわたって、石神山行ったりね、あとは関西の方に遠征登山行ったりして、まあ、かなりちょっと体疲れてるんで、今日はね、尾瀬ヶ原の方に降りてみて、まあ、最新のね情報をレポートしていきたいと思います。水芭蕉なんかもね、まあ、一部咲いてると思います。はい、では行ってきます。雪のホラーなんて、はい、いや本当雪少ないね。でね、雪の状態なんですけどね、まあこれはね一日ごとにね、まあ、変わっていくものだから、まあ、今日の参考にするとまた別だと思いますけど、ね、ぐじゅぐじゅですね。一言で言うとぐじゅぐじゅ。滑り止めなくていけるかな。あ、でもね、滑り止めいるかもしれないね、これ。ここはおなじみね、水芭蕉の生息地で有名な天満沢湿原ですね。普通の年だったらね、ここ雪で覆われて、今の時期って、まあ、あんまり下が見えないんだけど、水芭蕉がね出てきているところがあると思うんだよね。あ、水芭蕉の芽というかね、ほらこれが水芭蕉ですね。ちっこいけどね。あ、いっぱい出てる、いっぱい出てる。はい、5月のね、ゴールデンウィーク入ってね、まあ、その頃にはかなり大きく育ってくる株がね出てくるでしょう。はい、はい、川上川に架かる橋です。毎年ねこの時期はここ雪で埋もれちゃってね、雪の橋を渡るような感じなんですけど、今回はね本当雪ないね。ねえ、山の花地区に入ってきました。ここがねビジターセンターですね。
で、ここがね、山の花の天場。ここはね、ほんと尾瀬の天場3つあるんですけど、まあ、ここは最もね、なんていうかな、人の足音が聞こえる天場で。あそこね、一応水が出るんで、雪を溶かして飲む必要はないです。はい、この奥がね、あそこがトイレですね。で、ここね、山小屋が、ボンボンボンと並んでます。この右側がね、あの、有名な、私物山荘ですね。これは、あの、東電さんが、経営なさってます。こっちがね、休憩所。あ、でもあれだな、準備中だ。はい、ここでね、よく夏なんか来た時は花豆ジェラートかな、このテラスで食べます。よし、じゃあ尾瀬ヶ原行ってみようか。うん、いやー、よく晴れたな。明日から天気悪いんだよね。今日の午後から。はい、じゃあこっからね、山の花から、尾瀬ヶ原の方に入ってきます。花小屋さんから掃除機の音がする。みんな小屋家の準備をしているようですね。まあ、こっから先はね、木道なんでアップダウンがありませんから、滑り止めを外してます。さあ、尾瀬ヶ原がね、まあ、どれぐらい水浸しになってるかを今日はね、それを確認してからまたね、鳩町に戻りたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、あそこに見えるのはですね、カブパパ動画ではもう何十回も言ってると思うんですけど、数ある山の中でね、僕が一番好きな山、あれが日内ヶ岳です。東北北海道、要は関東より北ですね、まあ、最高峰の山です。で、こっちがですね、はい、ドバーン。これはい、この辺字でね、ドバーン、これは私物ですね。日内ヶ岳と私物山、この2つに挟まれた、本州最大の湿原が尾瀬ヶ原です。すべての季節来てるけど、本当に飽きないですね。じゃあこの先ね、行ってみましょう。なかなかね、見らんないでしょ、尾瀬でこういう、この時期に来ないとこれは見らんないんですけど、この水がね、今ね、ガーって流れてますけど、これがね、まあ、流れきんなくてここに溜まっちゃう時があるんですね。
そうですね、ここ一面あの湖になりますまあ湖しても大瀬沼よりは狭いけど、まあ、ここはね本当にブワーッと水で埋まって、その真ん中をねこの木道が走っていくような、形になりますね。あのおぜこなんて呼ぶ人いますけど、はい、今回はちょっと水がはけちゃって、そろそろねこういった感じで池塘が残るようになりますね。はい、あの雪の下にね眠っていたというか隠れていた、まあ、池塘がだんだん顔を現しました。池塘が多いあのゾーンというのは、まあ、ちょっとこの先なんですけど、まあ、この辺からもねあのおなじみの池塘がかなり出てくると思いますよ。はい、正面がねあれが火打ちですね。で右側にねちょっとポコッとこう出てるのありますよね、あの亀の頭みたいな感じで、あれが牛首ですね。まあ読んで字のごとくなんですけど、あそこポコッと出てるのが牛首。お、水芭蕉出てるんだよ。水芭蕉の赤ちゃんだね。はい、ここから先はね、別に小屋がやってるわけじゃないんで、行かないですけど、雪の状況だけね、皆さんにお知らせしますと、去年のこの時期、まだ、この両側は雪で積もってて、木道も出てる部分と出てない部分があったりして、まあ、要はね、木道歩くよりも、雪の上歩いてった記憶があります。はい、というわけでございましてね、今回は、この時期、4月29日ですね、ゴールデンウィーク初日の尾瀬ヶ原の様子をお届けしました。見た感じでね、お分かりだと思いますけど、非常に雪が少ないです。雪解けが早いですね。まあそんなことで、ぜひね、これから尾瀬にお越しの方はですね、足元気をつけになってですね、楽しんでいただけたらと思います。はい、というわけでございまして、今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。カパパでした。はい、山の花で山の花で、五十嵐さんとお会いしました。今やね有名になっちゃった。いやいや僕ね5月の20日に、はい、尾瀬小屋さんまた泊まり来ますんで、あ、はいはい、またその時にまたじゃあ多分会いますね。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。いやもう本当にまた来てください。はい。